の壁もフレアガンで壊しちゃいましたね。戻りなさい。死ぬ。あいつめっちゃ下がってるな。回復させる。なおばちゃん。え？あ、壊さない。おお、なんかすっげえ動いてる。壊すの？違うな。アリスはお前など愛していない。渦巻いてる時に行くのか。おお、ジャンプしなきゃいけなかった。ああ、全然下も見てなかったな。お前の負けだ。え、こっからどうする？
を当てるね。フレアガン。現実じゃない。全ては妄想。おー、カラス。やめて。おばちゃん死んだ？さあ、アランは飛び込むんですかね。落ち着いて。また怖い夢。ただの夢よ。違う。大丈夫、ここはうちよ。夢じゃない。大丈夫。明かりを、明かりをつけろ。大丈夫、ただの停電よ。ベッドに戻って。どうしたらいい。暗闇の怖さなんて忘れさせてあげる。怖い？それは君だろ。なぜ平気なんだ。お前はアリスじゃない。電気をつけろ。クリッカーはどこへやった。アラン、まだ夢から覚めてないので。何言ってるの。早くこっちに来て。クリッカー、クリッカーはどこ。おお、アラン、怖いって。なんでいきなり向こうにいるんだよ。薬は飲む。ハートマン先生を呼ぶ。原稿読んだわ。すごいじゃん。ディパーチャーはあなたの最高傑作になる。私も鼻が高いわ。こっちに来て。話は明日にしましょう。クリッカーはどこ。ベッドに戻って。アラン、ベッドに戻って。トム、おお、怖い。え、クリッカーって書いてある。おお、何何。キャビンへの道を探せ。奴が邪魔をするだろう。あれには心がない。闇で満ちている。心を光で満たせ。あれ、二人いる。彼は気にするな。ミスタースクラッチだ。後で君の友達に会わせよう。ミスタースクラッチ笑ってる。気にするな。気にするなって言われても、自分そっくりなやつがいたら。え、何これ。コーヒーポット。え、何これ。おお、1。
きな人ができた。その人を愛してる。アリス、何を言ってるんだ。そんな。私を愛してない。自分自身すら愛せない。できもしない仕事で自分を痛めつけた。俺は君を何より愛してるさ。君は俺のミューズだ。いいえ。お前は誰だ。アリスに何をした。アラ、何してるの。やめて。どうしちゃったのよ。アラ、お願い、電気をつけて。そうだった。俺の知っている現実ではなかった。バーバラじゃない。ゴン、やめて。いい子にするから。私を解放してよ。傑作を書かせてあげる。一生愛してあげる。違う、君はバーバラ・ジャガーじゃない。俺のせいだ。書くべきじゃなかった。君は別人だ。心に闇が満ちている。ナイフを捨てて、トーマス。ナイフ？これで彼女は二度と戻らぬ。え？私はずっと存在してきた。お前の処女作よりずっと前から。また次の仮面を見つけるわ。夢で私を解放してくれる人。アリスの存在を近くに感じた。なすべきことは分かっていた。ディパーチャーの正しい結末を書くのだ。光と闇、原因と結果、罪と償い、全てに均衡があり、それを損ねれば代償が伴う。全員はそこで道を誤ったのだ。闇を抜け、光の中へと戻る長い旅だ。アリス！アクソ！アランは身代わりになったのか。
アリスは解放されて湖の底から出てきたけど、こういう結末？そして町は元に戻った。闇に解放されて。やっぱあの二人陽気だね。陽気でいいね。ローズ、ローズのあれ？誰あの奥にいたおっさん、あ、おばちゃんか。湖じゃない、海だ。アラン、起きて。え？ディパーチャー。ほー、こんな終わり方するんだ。なるほど、終わりましたね、ついに。ああ、こういうオチなの？なんかすっきりしないですね。しかも海って湖じゃない、海。なるほど。いやー、ということでね、ついにね、アランウェイク、クリアしましたね、これで。結構ね、面白かったと思います。はい。そこまでね、敵も、強い敵っていうのもね、そこまでいなかったんで、まあ僕は何度も死んじゃいましたけど、まあノーマルだとね、ああいう感じでね、敵が、それなりに出てくるんですけど、あれ？ノーマル、ハードしかないのか。あと、なんだっけ、ナイトメアか。あ、そっか、それ以下はないんだ、イージーとかね。だからノーマルで頑張るしかないのか、やるとしたらね。簡単、一番簡単がノーマル。ということでね、アリス、アランはね、アリスを助けることは、できましたけど、自分が犠牲になっちゃいましたね。海の底でタイプライターを撃って、どうなったんでしょうね。アランは湖の底で今も何かを書き続けてるんでしょうかね。はい、ということでね、ちょっとこれはエンドローラー飛ばしてみましょうかね。あ、戻りましたね、前回の続き、エピソード。これどうなんだろう？一回クリアしたら、あれかな？ハードでクリアしないと、ダメなのかな？ナイトメア選べますね。一度クリアすればナイトメアは選べるみたいです。はい。ということで、皆様はいかがでしたでしょうかね、このアランウェイク。大体ね、まあそのコンセプトがね、光と闇の戦いということで、大体夜とかね、暗い場所での戦いだったので、多分ね、見づらい方もいたと思うんですが、どうだったんでしょうかね。まあ内容的にはそこそこ良かったんじゃないかなって思いますね。これ一本の映画にできるんじゃないかなって思います。はい、ね、スティーブン・キング
とかねの本とかにありそうな話ですよね。まあなんかね、今そうですね、ウォーキングデッドとか、あとビヨンドみたいにね、エンディング、いろんなエンディングがあるゲームがね最近多いんでね、多分これはないと思うんですけどね、このエンディングだけだと思うんですけど、まあはいという感じでね、今回このアランウェイクはこれにて、終わりにしたいと思います。今までねご視聴いただいた方どうもありがとうございました。またね違うゲーム、やっていくと思うんでね、もしよかったらねそちらの方でも、よろしくお願いします。それではお疲れ様でした。またよろしくお願いします。